お、そしてここは藤井に小沢、アギラール、こうダブルチームで仕方がありませんね。前田が来ましたね。高さがあるのをいかにこうゾーンの形態を変えて成立させるかと、それでまあこういうミスマッチをついていくっていうね。ファイナルね、ファジーカス、藤井、吐きました、カンデラノーバックなんで、これはもうシューティングですよね、カンデラノーバックなんで。ヒース、これは合いましたね、完全にオーバーラをこういったところでノーマークですから、はい、アギラールからキープ、ね、アングルを変えてからですよね、はい、結局だいぶするとやっぱりミスマッチになってしまっているので、それよくアギラールが分かってますよね。カシワグラから小沢智政で小原に入った増田のヘルプ、ここは小原です。これが第2クォーターの初得点でしょうね。チームとして右サイドに全員移動、ブライト、ヒースどうでしょう。まあ、本当は点数がこう面白いように入ってしまうんですよ、はい、なってるところの塞ぎ方っていうのが出てこないので、はげで、それを考えると何がそれゾーンやってるというのは走るコースになってるので、ヒース、ここは林、エンドワン、スペインではないのか、ここはこういうファジーカスがちょっと集中抜けてるんで、ここはもう本当にチャンスなんで、ここは頭からラベノを使った理由はそこですよね、はい、そうですよね。おお、ファジーカスダンクした。おお、バスケットカウント、まあジョーダが違った意味でどよめいてますよね、うん、2人が飛んでいってしまったので、まあなんというかこう来ないか、今日は短いですね、ちょっとね、森山君ね、今のゴーストでか、ねはい、シュート打ったんですけど、マスター、マスターがいい走りだ、ここ2本ぐらいはそういうオフェンスがありましたよ、それ、はい、そこはいいシュート打ててたので、ファジーカス3ポイント、決めた、ファジーカスがこれで2桁、10点目。ヒース、これはミスマッチ上が空いてるんでね、うん、だからまあショートコーナーに入れられるとこうなりますよね、はい、ヒース、ワン、これでゾーンになるとどうしてもね、ここ森山がファール、2本目は来ないか、ちょっと前に押し過ぎたかなって感じですね、今のね。さあ林はスリーポイント来た、リンのスリーポイント、まあ、しかも連戦、この後土日も週末ゲームがあるということになりますので、